はい、こんにちは、116ウィンズです。 MLB は今日でオールスター前の全日程を終了し、オールスターブレイクに突入。そしてこの季節もやってきました、ドラフトです。オールスターウィークと並行する形で現地7月14日から16日までの3日間計20週にわたって行われる MLB のドラフトですが、今年のドラフトクラスから未来のスター選手は誕生するのか。今年の全体1位指名は球団史上初の全体1位指名ともなったクリーブランドガーディアンズで、一体なぜ今こんなに勝っているチームが全体1位なのかとも思ってしまいますが、まあそこはドラフトロッタリーのあやというか、なんというか、スキンズやクルーズら目玉選手目白押しだった昨年のドラフトですとか、また例年と比較しましても今年のドラフトクラスはやや弱め、不作気味という評価も多い年でありますが、それでも期待の注目選手はいますので、彼らは一体どこのチームに指名されたのか、上位指名を中心に見ていきましょう。まずはドラフト前の状況を簡単におさらいしますが、今年は誰が全体1位となるのか、これが全く定まらなかった感じでしたよね。ガーディアンズの動向が直前まで読めず、またガーディアンズ自体もドラフト直前まで複数の候補を検討しているなんて話も出ているくらいで、1位予想はかなり混沌としていました。選手としての実力を考えますと、順当にいけばジョージア大学のスラッガーであるチャーリー・コンドンか、オレゴン州立大学の好打者トラビス・バザーナのどちらかにはなるんだろうという声もありつつ、一方でガーディアンズが指名する選手全体のレベルを上げるためにボーナスプールを節約してくるのではないか、その場合はこの2人と比べていくらか安い契約金で済みそうなウェストバージニア大学の JJ ウェザーホルトを指名するのではないか、なんて予想も直前になって出てきてもいました。ですのでドラフトが始まってガーディアンズの指名が読み上げられるその瞬間まで、実際に誰を指名するのかわからない部分も多かったですよね。ただ実際にはガーディアンズは割と順当なチョイスをしまして、オレゴン州立大学のセカンドバザーナを全体1位で指名しました。2019年のドラフトでも全体1位にアドリー・ラッチマンを輩出した大学ですが、5年越しにまたも全体1位が誕生した格好で、またオーストラリア出身、さらにはセカンドの選手としても共に史上初の全体1位指名ともなりました。国際 FA としての評価は決して高くはなかったバザーナですが、アメリカに渡りオレゴン州立大学では打線の中核として活躍し、今季は打率4割7厘28ホーマーをマーク。バットスピードに優れ、コンタクト面アプローチ面もともに優秀な選手で、特に今季のフォアボールの割合 25.7% は異次元とも言える水準でしょう。ガーディアンズは現状セカンドの名手アンドレス・ヒメネスと長期契約を結んでいますので、バザーナがセカンドにとどまり続けるかは分かりませんが、セカンドを問題なく守れる程度には動けるとされますので、外野に回ってもおそらく大きな問題はなさそう。楽しみなバッターがガーディアンズに加わりました。続く2位はレッズ。バザーナか今度ガーディアンズが取らなかった方を示すのではないかという予想が多かった印象ですが、結果的にはウェイクフォレスト大学の先発投手チェイス・バーンズを示し、投手を選んできました。昨年のドラフト全体7位でレッズが示したレッド・ラウダーもウェイクフォレスト出身ですので、2年続けて1巡目で同じ大学のピッチャーを指名した形ともなりました。テネシー大学時代はやや苦しんだ時期もあったバーンズですが、ウェイクフォレストに転向した今季は16先発で防御率 2.70、 90マイル後半、最速で102マイルにも届いたことのある剛速球と鋭く変化するスライダーが武器のピッチャーで、今季100イニングを投げて191奪三振は圧巻の成績ですよね。コマンドをプロレベルではもう少し磨く必要があるとはされますが、ストライクを投げること自体はできており、持っているものはエースポテンシャル。今季ブレイクイヤーとなっているハンター・グリーンと剛腕先発コンビを組む日が待ち遠しいです。全体3位はロッキーズで、上位2人がバザーナ・コンドンの予想が多かったですので、ロッキーズはバーンズ予想が優勢でしたが、実際にはレッズに指名されてしまいましたので、ロッキーズは順当に残っていた選手の中では1番のコンドンを指名しました。ジョージア大学のサード兼外野手で、一番の魅力はその圧倒的なボールを飛ばす力。高校時代はほとんど注目されず、大学にも奨学金なしで入ってきた選手とは思えないくらいのスラッガーに成長しまして、今季60試合でホームラン37本、2011年に低反発の金属バットへと規定が変更されてから1シーズンとした最多のホームラン記録も樹立し、今年のゴールデンスパイク賞も受賞しています。スピード面は平均以下とされ、守備面に関する疑問は残るところでありますが、打者に有利な環境であるロッキーズの本拠地クワーズフィールドと今度の圧倒的なパワー、この組み合わせが一体どんな結果をもたらすのか。今年はともかく2020年代に入ってからのロッキーズは意外とホームランが少なめですので、今度にはパワー面でチームを支えるくらいのスラッガーになってほしいですね。ということで結果的にはトップ3はバザーナ、バーンズ、コンドンと割と順当な面々となりました。トップ3以外では日本でもネクスト大谷翔平として少し話題にもなったりしましたが、フロリダ大学のジャック・カグリオン、ロイヤルズが全体6位で 2way プレイヤーとして指名しました。196センチ113キロの恵まれた体を持ち、ファーストとしては2年連続30本以上を記録したパワー、
さらには投げては最速100マイルにも届く速球が売りの先発投手と、なんともロマンの塊みたいな存在の選手ですが、投手としては奪三振も四球も多いといった感じで、かなり荒削りな部分も多い選手。現状ですと打者としての能力の方が上、投手としての荒さも考えますと最終的にも打者一本にはなりそうな雰囲気はありますが、ロイヤルズが二刀流として指名しているということは、まずはいけるところまでどちらの才能も伸ばしてみようという考えなのでしょう。二刀流の道は決して平坦ではないでしょうが、ロイヤルズは彼を大きく育てることはできるでしょうか。その他全1巡目指名はご覧の通りとなります。アーカンソー大学のドクター K ヘイゲンスミスは全体5位でホワイトソックスへ、セール、クロシェと本格化先発3を育ててきているチームですので、スミスも同じルートに乗れたら最高でしょう。全体1位予想もあったウェザーホルトは7位でカージナルスへ。近年各ドラフトクラスで最初のメジャーリーガーを誕生させているエンゼルスはテネシー大学の内野手クリスチャン・ムーアを指名、またも早期昇格はあるんでしょうか。元 MVP ケン・キャミニティのいとこにして、今世代の高校生投手の中ではトップレベルの評価を受けていたキャム・キャミニティは全体24位でブレイブスへ。今年のオールスターのホストであるレンジャーズは全体30位でバッティングへの評価が高いスタンフォード大学のキャッチャーマルコム・ムーアを指名しています。で、最後はここ1ヶ月くらい終わりの野球を繰り返し、今日もひどい負け方で前半戦を締めくくって、ファンからすればドラフトしか楽しみがなかったマリナーズの指名について話していきますが、マリナーズはまあユニークな選手を全体15位で指名してきました。大学生ピッチャーの指名を予想する声があった中で、指名したのはミシシッピ州立大学のピッチャーでキュラソー出身のジュランジェロ・サインチェ、なんと両投げのピッチャーです。スイッチピッチャーといえば、少し前にそれこそマリナーズでもプレーしたことがあるパット・ベニティが有名ですが、サインチェは彼と比べますとだいぶスケールが大きく、右は伸びのある最速98マイルの速球に90マイル台にも届くスライダーが武器という本格派、左では少しスロットを下げて90マイル前半くらいの速球にスイーパー的なボールがある技巧派寄りの構成となっており、ボールの強さがある分現状は右の方が評価は高いようですが、どちらも一定水準以上にはあると。マリナーズは2018年からギルバート、カービー、ハンコクと3年連続で大学生ピッチャーを1巡目で指名し、彼らと比べますと身長180センチのサインチェはサイズ的な問題で先発としての耐久面に疑問は残るとはされますが、両投げという唯一無二の才能を生かした先発投手にまずは育て上げる気満々なんでしょうね。大学生ピッチャーの中ではナンバー3の評価だったイーストカロライナ大学のトレイ・エサベージがまだ残っていて、個人的にそちらの指名に期待したんですが、一般的に彼よりも現在の評価が劣るサインチェをあえて指名したということは、それだけその才能も気に入っているんでしょう。マリナーズは近年投手の才能を伸ばすことに関しては比較的信頼できるチームのはずですから、サインチェがプロでどんな飛躍を遂げるかは期待したいところです。また2巡目全体55位では高校生はライアン・スローンを指名、高校生ながらすでに100マイルにも届く速球を投げるスローンは一部媒体で1巡目指名を予想する声もあったくらいの選手で、高校生ピッチャーはリスクも大きいとはいえ素直にナイスな指名かなと思いました。連続でピッチャーを選んだのは少し意外ではありましたけれどもね。ということで、まずは1日目が終了したドラフト、明日は全体75位からの再開となります。ホームラン競争やオールスターゲームを楽しみにしつつ、ドラフトの動向についても引き続きチェックしていきたいですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルウィンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。